ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。はい、どうも、私ヨーロッパ企画で俳優をやっております、中野宗則です。そして藤谷莉子です。はい、KBS 京都 RNC ラジオ CBC ラジオを聞く皆様、どうぞ今週もよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、はい、たまにやっぱろれつが怪しい時あるからね。甘神で始まります。甘神で始まってももうね、ノンストップでいきますから。さすがです。はい、駆け抜けてよれよれでも僕は30分走り切れます。自信あります、はい、お釣りが来ております。こちらを僕が、このヨレヨレの僕が読ませていただきますけれども、これラジオネームはトライアン3号アットマーク兵庫さん、ね、兵庫の方ですね。トライアン3号さんですね。トライアン3号って来てますね、ラジオネームがなかなか長野さん、リコさん、こんにちはと。こんにちは。まあ、ヨーロッパ医学のウェブラジオ週ヨロは、1も2も欠かさず聞いていて、なんか、こっちヨロ、これ福岡でやってるラジオですけど、はいはいはい、こっちヨロもここ2年ほどヘビーリスナーで、激ラジ、これはもうブロードウェイラジオの前身番組なんですけども、はい、激ラジはポッドキャストだけ聞いてて、放送エリアではなかったのでと。で、激ラジでやっていたチファジャのイベントにも参加して焼肉チファジャ、僕らスポンサーさんだったんですよ、激ラジ時代。そして、エブリデー、私が主演していました映画ですけど、エブリデーも見に行って、でもっと暗い旅っていうね、あの KBS 京都でね、暗い旅っていう番組やってますけども、はいはいはい、あれウェブ版があるんですね、はい、もっと暗い旅っていう、そのもっと暗い旅を知ってから YouTube をゆっくり見るようになって、うん、やっとこさ4月からブロードウェイラジオの拝聴がレギュラーになりましたと。ブロードウェイラジオに頼りつくのは結構な道のりが。ありがとうございます、うん、やっぱ YouTube でね、ブロードウェイラジオってもう、はい、第1回放送からずっと聞けますからそれであの暗い旅が YouTube に上がってますから、はい、それを通してようやくたどり着いたんでしょうね。なるほど。すると、はい、昨年秋、はい、劇で見ました、汽笛つかるべき新世界で一コロになったリコちゃんが出てるじゃありませんか、ね。お二人のトーク微笑ましくて大好きです、リコちゃんは本公演の時も思いましたが、立ち姿お辞儀姿がシュッとしてて、それだけで、見とれちゃうなと思ってたら、バレエの土台があったんですね。あ、そうなんですよ。そうなんですよ。あと最近、ヨーロッパ企画のサイトから見つけて、長野さんが出てる助手セブンも見てます、この5月末の時点で、長野さん演じる一本松昇くんはまだ網走ですその中で、A 立ち Y 美さん、わかりますかね、イニシャル。わかりました。出演者ですよ、はいはい、助手セブン、7人のうちの1人の助手ですよ、はい、A 立ち Y 美さんの可愛い声のトーン、どっかで聞いた気がするなと思っていたら、リコちゃん、ん、あの可愛いトーン、ね、関西弁の時はなおさらもうリコちゃん、 A 立ちワイミさんとリコちゃんの声がもう一緒だというふうに言ってます、ね、そんなあれこれを思い出しながらブロードウェイラジオ聞いてますと、これからも楽しみにしておりますということです。 ありがとうございます。はい、もうリコちゃんにちょっと続婚になっています。嬉しいです ね、ちょっとモノマネのね、うん、あれを提供してくださった感じがしますよね、うん、A 立ち、A 立ちまゆみさんが多分できるんですよね。練習してみようと思いましたね、うんうん、似てるかな、似てますか。具が大きいって言って、具が大きい、あ、知らない、カレーの CM、 あ、うん、具が大きいってこれ言ったら多分もう、あ、A 立ちまゆみさんだなって、る、どうじゃそっか、そっちが同情するな、そうだね、びっくりしました。カレーの CM でおなじみじゃないもんね、そっちだもんね同情するならカレーをくれの方だもん、そっちは知ってました、うん、はい、ね、じゃあちょっとトライアンさんごさんのためにね、はい、ちょっと同情するならカレー、これちょっと一言いただいてもよろしいですか。あ、今ですか。今、ごめんなさい、あ、じゃあエンディングまで撮っておきましょうか。じゃあエンディング撮っておきます、すみません。わかりました。30分後、はい、お楽しみにどうですか、近況というかリコちゃんは近況、ちょっと私はこの場をお借りして宣言をしたいんですけどね、うん、ラジオで、ラジオで公共の電波を使って、わざわざ、おじいちゃんも聞いてんだよ、これ。おじいちゃんも聞いてますね、おじいちゃん喜ぶと思うんですけどね、私、受験勉強を始めます。え、ちょっと待ってくださいよ、その、うん、なんのっていう
なんと私は、うん、うちも大学受験も済んでるんで。大学受験済んでますよね、はい、ね、日大のね、はい、その演劇の学科に行ってるわけじゃないですか。いるんですけど私、うん、神社検定を受けます。みこ、え、いや神社検定って、神社検定って何ですか、知ってますか。いや知らなかったんですよ。知らないですか。神社検定っていうのがあるんですって、うん、私はこのラジオであんまり言ってないんですけど神社がとっても好きで、私の家の前には神社があったり高校の前に神社があったり、うん、割と神社めいた幼少期を過ごしてきたんですけど、その、うん、神社はついて回ってくる感じで。そうなんですよ。例えばこう神社とかお寺にこう、うん、山形の砂山みたいな、はい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 、時々ありません、うんうんうん、京都の上賀茂神社っていう神社にそれがあって、はい、私はちっちゃい時からずっとあれが不思議で、うん、何なのかとか、うん、どうやってあんなに綺麗なものを作るんだとか、うん、すごい気にしてて、うんうんうん、ある日巫女さんに聞きに行ったんですよ、はいはい、多分丁寧にこう、これはこういうもので、うん、こうやって作るんだよ、うん、作り方を教えてくれた、ね、教えてくれました。なんかね、うん、簡単でしたよ。泥と水とこう、うん、固めていくんですって。手でやってるの、手作業、手でやって、うん、で定期的に綺麗にし直してるんですって、うん、風とかカラスにやるんです、うん、ね、そういうことを聞きに行ったり、うんうん、その木舟神社、はい、実家の前に木舟神社の宮司さんにちょっとかまってくださいみたいな感じで、うん、ちっちゃい時にお話聞きに行ったり、うん、あ、じゃあもうちっちゃい頃から割とそのアプローチかけてたんだね。そうなんですよ、割と神社、うん、メイタ幼少期ね、うん、食ってたんですよ。演劇するか神職になるかで大学進学迷ってたぐらい。そうだったの。演劇学科落ちたら、うん、工学館っていう伊勢神宮の、うんうん、大学入ろうと思ってたぐらい。あ、そう。そうなんですよ。へえ。ちょっとね。わ、ちょっとそれは何か。検定受かったらまた何かこう新たな道が開かれるかもしれない ね、ぜひ一緒に神社行きましょう。あ、いいですね。したらなんか私が知ってることを全部言ってちょっと勉強する、うんうんうん、そうね。僕もやっぱ日本で生まれて育った以上やっぱそのね、はい、ルーツみたいなものやっぱ知りたいしね。なるほど、なるほど。ね、神話の、ね、国出身ですもんね。宮崎宮崎は神話の国ですから。そうそう、うん、はい、ヒムカ、そうですよ、そうですよ、ヒムカの立花、うん、言えばで、だからあま、じゃあ知らない、うん、でもそういう、うん、すごい素敵なところご出身、うん、はい、ちょっとね、はい、教えてください。はい、ぜひ僕も何か導かれたいですはい、はい、というわけでありがとうございます。という感じです。まあね、この番組はちょっと今ブロードウェイラジオは朗読に凝ってて、凝ってますね、まあ、朗読のコーナーに今から行こうかなと思ってるんですけど、はい、まあ、ちょっとね、今回ご用意していただいたシナリオが、今もね、今ちょっと神様の神社の話の流れからまたちょっと全然それちゃうんでね、はい、あれなんですけども、芥川龍之介さんの作品で女体っていう作品で、短編なんですけども、これ大正6年に書かれた短編なんですけど、まあ、こちらを、私が読ませていただくという形になっております。お願いいたします、はい、いいですか。はい、はい、いや、なんかやっぱ緊張しますね、これね、皆さんするでしょう、しますね、じゃあ読ませていただきます。要望という人がある夏の夜、あまり蒸し暑いのに目が覚めて頬杖をつきながら波乱灰になって取り留めのない妄想にふけていると、ふと一匹の白身が寝床の縁を張っているのに気がついた。部屋の中に灯した薄暗い火の光で、白身は小さな背中を銀の粉のように光らせながら、隣に寝ている細君の肩をめがけてもずもず張っていくらしい。細君は裸のままさっきから陽の方へ顔を向けて安らかな寝息を立てているのである。陽はその白身ののろくさい歩みを眺めながら、こんな虫の世界はどんなだろうと思った。自分が二足か三足で行けるところも、白身には一時間もかからなければ歩けない。しかもその歩き回るところがせいぜい
寝床の上だけである。自分も白身に生まれたらさぞ退屈だったことであろう。そんなことを漫然と考えている中に、陽の意識は次第におぼろげになってきた。もちろん夢ではない。そうかと言ってまたうつつでもない。ただ妙に高骨たる心持ちの底へ沈むともなく沈んでいくのである。それがやがてはっと目が覚めたような気に返ったと思うと、いつか陽の魂はあの白身の体へ入って汗臭い寝床の上を全然全として歩いている。陽はあまりにことが意外なので思わず呆然と立ち尽くすんだが、彼を驚かしたのは一人そればかりではない。彼の行く手には一座の高い山があった。それがまたおのずからな丸みを温かく抱いて、目の届かない上の方から目の先の寝床の上まで大きな鍾乳石のように垂れ下がっている。その寝床についている部分は中に引けを灯しているかと思うほど薄赤いザクロの実の形を作っているが、そこを覗いては山一円どこを見ても白くないところはない。その白さがまた凝脂のような柔らかみのある滑らかな色の白さで、山腹のなだらかなくぼみでさえちょうど雪に差す月の光のようなかすかに青い影をたたえているだけである。まして光を受けている部分は透けるような別光色の光沢を帯びて、どこの山脈にも見られない美しい弓なりの曲線をはるかな天際に描いている。陽は狂坦の眼を見開いてこの美しい山の姿を眺めたが、その山が彼の細君の父の一つだということを知ったときに、彼の驚きは果たしてどれくらいだったことであろう。彼は愛も憎しみもないし、また性欲も忘れてこの象牙の山のような巨大な乳房を見守った。そうして狂坦のあまり寝床の汗臭い匂いも忘れたのか、いつまでも凝り固まったように動かなかった。要は白身になって初めて細い君の肉体の美しさを如実に見ずることができたのである。しかし芸術の師にとって白身のごとく見るごときものは一人の女体の美しさばかりではない。はい、芥川龍之介で女体でした。僕もね、漢字の読みが当てずっぽで読んだところが多々あったあったところをここでお詫びなければなりません。はい、はい、なかなかねこの白身の視点で、うん、この女体を女体ね、こう描写していくというね、うん、なかなか生めかしい感じ、生めかしさがありましたよね、はい。やっぱ芥川龍之介、ね、やっぱ独特のこう緻密な文体といいますかね、はいはいはい、それやっぱ読んでて心地よいですよね、はい、聞いててもやっぱり、うん、心地よかった、ね、耳障りのいいフレーズだったり、やっぱ、はい、ね、まあ、目で、ね、読んできましたけど、うん、今まで芥川龍之介 の、 その小説の、はい、ね、短編とかは声に出してみるとやっぱ違う感覚が体に湧いてきます ね、うん、そうですね、なるほど、うん、朗読の楽しみ僕今知りましたよ。今目がキラッキラ、ね、え俳優でありながらこの喜びを知らなかったっていうね、はい、これですよ朗読。これは来月も続くんでしょうかあの、朗読番組になるかもしれませんね、これはね、はい、うん、はい、はいはい、ちょっとこれは楽しい時間でございました。はい、この流れで、はい、ラジオドラマに行くという、はい、今月はね大年先生が
はい、書き下ろしてくれてますけど、毎回びっくりさせてくれます。そうなんですよ ね、もういきなり最終回が訪れたり、はい、最終回と思ったら帰ってきたりみたいなありましたけども今週も驚かしてくれてます。なんと創作落語に挑戦してくれてます。わ、はい、タイトルがキャトルミューティレーション。これ落語ですか？これね落語らしいんです、ね、落語らしいんですよ、はい。これを、演じてくれるのは、この番組の構成やってくれてます、伊勢村啓太。彼が、まあ、はい、まあ、趣味でね落語やったりしてるということで、ちょっと挑戦してもらってます、それでは開演いたします、っていうのはなかなかうまいこといかないことだらけで困ったもんです。最近じゃほら豊洲の土壌問題、あれもややこしいことになってしまいまして、肝心なところが見えてこない。あの人がこうしろと言った、あの人がああ言った、結局話は二転三転、大事なところは霧の中ということになってしまっております。でもようよう考えると、右見ても左見てもそんな話ばっかりのご時世、まあ、そう考えると世の中肝心なことが見えてくるお話の方が珍しいことのように思えてくるんです。全く困ったもんですな。さて、ここはとある居酒屋の片隅。おっさん二人が肩つき合わせ、何を喋っとるんかと思えば。ってことは加藤、お前もしかして自分は宇宙人にさらわれたとそう言いたいんかいな。でもそうとしか考えられへんねん。ああ、まあお前が嘘つく言うも腑に落ちんし、まあまあ落ち着いてちゃんと訳を話してみんかい。ああ、だからあれはちょうど3日前のことや。俺が家帰ろう思って車走らせとったんや。そしたら家まで残りあとちょっというとこでや、これほらいつもの一本道のとこ、あそこでやな、目の前がバーッと明るくなってきてやな、そらもう今まで見たことない光に包まれたんや。おうおう、でわし眩しいな、これで事故かなんか起こしたらかなんな思って、どないしよう思って、目つむって気づいたらやな、わし、なんと家のベッドの中や。おお、見事に記憶なくなってんねん、ほんまかいな。で考えた、こらひょっとしたらわし宇宙人にさらわれたんちゃうかと。またえらい急やな。せやろ、そういう思った。いや確かに俺もこれだけやったらそうは決めつけへん。でもやな。そう言ってその男がそろーっと出したのが一枚の写真。どうや見てみ、えらいことなってるやろ。お前これもしかして、なんや、わからんのかいな。わからへんわこんなもん。いやそれはな、犬や、わしの子を取った犬。流木みたいになってるやろ。でも犬なんや。ほらここ見てみ、これ目と目と口と、うわほんまや、かろうじて形残ってる。でなんでこうなってるか調べてみたら、ぜーんぶこれ血が抜かれとんねん。えらいこっちゃ。ああ、ほんでわしももう慌ててネット検索や、犬血、それで答え出るか。でも出たんや。なんて、キャトルミューティレーションやて。ごめん、ちょもっぺん言ってくれ。キャトルミューティレーション、UFO が現れて動物の血抜いたりすんね。あの牛とか農場とかによう起こるあれや、 UFO が現れた証拠みたいなもんや。あー確かになんか聞いたことあるな。ほんでますますこれはと思ってやな。ほん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 。すると半信半疑で話を聞いていた男もますますその男加藤の話を信じるようになった。するとこんな提案が男から出てきた。お前の話聞いてると、まあ9割方宇宙人であることは間違いない。せやろ、こうなったらとことん調べてみたいわ。お前明日時間あるか。おあるけど、どないするんや。俺の知り合いに催眠術師がおんねん。え？お前あれ受けてみ、逆光催眠や。逆光催眠？覚えてないこと、忘れてしまったこと言うんは、実は思い出されへんだけで記憶は残ってんねん。そこでこの逆光催眠を使えばそこを引き出せるよ、こっちゃ。おつまり？それでその光をお前が見てからの記憶を呼び出したらええねん。なるほど、気合入れ、何としても真実をつかみ取るんや。えらいお前の方が興奮してきよってからに。そして何やら壮大な展開になってきて、男は催眠術を受けるようになったのです。そうして加藤さん、
あなたは今会社の帰り道、車を運転しています。今どこを走っていますか？国道172号線。周りには何が見えますか？吉野家とゲームセンター。先生さすがでんな、ようかかっとる。ちゃんとこいつの家の帰り道ですわ。ではもう少し時間を進めてみましょう。だんだん家が近づいてきます。あたりには何が見えますか？なんもない、山奥の一本道。おお、こいつがちょうど白い光に出会ったところですわ。ではだんだんさらに家に近づいていきます。何か変わったことはありますか？お、あらない。何が見えましたか？なや、遠くに見たことない白い光が見える。それはどんな光ですか？なや、ゆらゆらゆらと揺れてこっち来よるわ。間違いない、それや。それでどうなりましたか？なや、急に笑い出して。お前もしかしてその光で。やっぱ星野源のオールナイトニッポンおもろいな。何を言うとんねんこいつは。帰り道のラジオはお前で決まりやで。聞いてたみたいですね。いや、そんなんやのうて光がどうなったか知りたいんや。加藤さん、光はどうなりました？光？気づいたら少しずつこっちに近づいてきてる気が。それやそれ。どないしたんや？今わしのお便り呼ばれたか思たんや。また星野源のオールナイトニッポンの話かいな。てかもうお便りってなんやこいつ、ええ年して。光はどうなりました？光？なんかわしについてきとる気もするな。やっぱ狙われとったんや。どないした？なんや、げんちゃん今日下ネタ多いな。いや、またそれかい。いつもはこんな話せへんのにはおかしいな。いや、おかしいのはお前やがな。っていうかこいつこんな状況でものんきやな。なんや、嫁はんから電話や。また話があっちゃこっちゃと。車を止めてと。はい、もしもし。食べてんわ。だから食べてへん。何の話や。まだ凍ってきたるから、もうおとなしい待っとけ。光どうなったんや。愛しとる。愛しとるがな。せやからもうすぐ帰る。ほな待っとけ。何のやりとりや。加藤さん、光はどうなりました？あれか。どこ行ったやろうな。えらい明るなったな。車止めたし光が追いついてきたんや。加藤さん、我々は光がどうなったか知りたいんです。昨日の星野源の調子はええから。光？あれ？光？どないしたんや。車が浮いとる。なんやて？えらいゆっくりと上に上に浮き上がっとる。これあれや、いわゆる UFO に連れされるあれや。加藤さん、どんな状態ですか？浮いとるけど、これにしてもえらいゆっくりやな。UFO か？なや、連れ去るなら連れ去らんかい。えらい強気やなこいつ。源ちゃんもこういう体験あんのかな。山田ラジオ聞いとんかい。はい、聞いていただきました、青鳥先生の創作落語キャトルミューティレーション。落語、やってくれてたのは伊勢村啓太でございました。そしてスタジオには大鳥先生が、来てくださってます。はい、ちょっと新シリーズを作ってみたいなということで。いや、びっくりです。落語を書いてみることにちょっとなんちゃってらなんですけど、なんちゃって落語なんですけど、ちょっと書いてみたいなと思って、意外じゃなかった？びっくり、ラジオで落語っていうのも、あるのはね、さっき聞いたんですけど、びっくりしましたし、でもね、面白かったです。面白かったですよね。落語のその僕の中のイメージにはないフレーズが多々出てきたな。ここで勝負みたいな。カタカナ。ね、そのまずタイトルもね。何回聞いても言えへん。キャットルミューティレーションですね。これだからもう月刊ムーとか読んでる方はね、よくわかるんですけども。ちょっとなかなか落語では扱わないようなことをいっぱい詰め込んだ落語を作ってみたら楽しいんじゃないかなと思って、例えばキャットルミューティレーションだとか UFO だとか、逆光催眠だとか、そういうほぼ SF の内容にしてみようかなということで。やってみましたね。はい、そしてもう今をときめく星野源のオールナイトニッポンこれのリスナーであるっていう登場人物だけどね、
その瞬間にそれを聞いてたっていうだけの話なんですけど、あ、書いた時に、あの、いやいや UFO の時に、あ、そうね、それがいいかななんて思いながら書きましたけど、もしなんか今後ももしね、落語作家っていう、落語作家という道も一個あるなっていうか、なんかいつもこうネタっていうんですか、こういつも普段書いてこれはコントがいいなとか、これは映像がいいな、これは演劇がいいなっていうので、なんかこうアイデアをポンと振り分けたり最近まあするんですけど、そういう時に一個落語もあってもいいのかなって、なんか何個かあるんですよ、形にこれどうしてもならへんなっていう内容のものがあって、コントにしても演劇にしてもどうにもならんなっていうのがあって、落語やったらなんとかできるんじゃないかみたいな種みたいなのがたまにあって、だから書けるとラッキーだな。そうね、だから落語っていうフォーマットだから、まあ面白みが際立つフレーズとかが結構ね光ってたから、普通にこれ3人出演のラジオコント、ラジオドラマにしちゃうと、まあ俺と普通に受け止めてしまう言葉自体も、そうなんですよね、だからちょっとそこをクイッと曲げてやれたらいいなぁなんて思ってるんで、たまにまたこのブロードウェイラジオで振って湧いたように書かせていただこうかなぁなんて、なるほどなるほど、思ってる次第ですね。そうですか、はい、ちょっとびっくりが止まらないですよ今月は。うん、楽しみですね、ね、ラジオドラマ、はい、ドラマこの来週も本当にびっくりさせてくれるんですかこれ。そうですね、来週もさらにまた驚きが、ね、はい、あなたを襲います。急に僕にも向けられたし、スピーカーの前のね、あなたにも今大手先生は刃をね向きましたからね、ドーン、はい、来週ぜひ、はい、心してスピーカーの前で会議してください。はい、大鳥先生ありがとうございました。ありがとうございました。ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。はい、エンディングでございます。はい、告知ちょっと僕から1点、あの、はい、あの水曜どうでしょうってね、はいはいはい、バラエティ番組でおなじみ あのミスターと呼ばれてる鈴井貴之さんのプロジェクトのオーパーツっていうね、はい、あの演劇ユニットがあるんですけども、天国への階段というあのタイトルのお芝居がありまして、これに私長野が出演させてもらうんです。でこれ今ねあの絶賛稽古中で、もうチケットも発売中なので、うん、まあ、結構もうあの売れてる回とかもね あるんですけども、ぜひねチケットお買い求めの上あの見に来てください。東京、大阪、札幌、仙台、松本と、5都市もあるあのツアーになっております。はい、ぜひぜひこちら見に来てください。また稽古場とかね内容のことはラジオでご報告させていただきます。はい、はい、それでは宛先お願いします。はい、お便りいつでもお待ちしております。はい、宛先はヨーロッパ .broadway@gmail.com、 全部小文字で europe.broadway@gmail.com。 今聞き取れなかったよという方はヨーロッパ企画のホームページにもバナーが記載されておりますので、そちらをクリックしてみてください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。うん、いや本当に今日はね神話の話そして朗読の喜び、朗読の喜び、そしてびっくり箱のラジオドラマコーナー、びっくり、はい、これ本当に刺激の強いラジオ30分になりました。はい、そして、最後に A だちわいびさんの名台詞で締めたいと思います。はい、同情するなら金をくれ。トレアンサンゴさんいかがでしたでしょうか。来週もブロデーラジオ楽しみに。さよなら。